スナップドラガンは、米、クアルコムによる、モバイルソックのシリーズである。クアルコム QSD8250 スナップドラガンの、アーキテクチャは ARM V7 及び、V8 命令セットに基づいている。クアルコムは、スナップドラガンを、スマートフォン、タブレット、スマートブックデバイスプラットフォ、スナップドラガンプラットフォームは、1日のバッテリー動作を、可能とする低消費電力の、 リアルタイムユミキタスコンピューティングを狙って設計されている。多くのスナップドラガンプロセッサーは HD ビデオのデコードの機能を内蔵している。スナップドラガンチップセットおよび他の q u a コ c o m のチップセットに含まれている独自の GPU テクノロジーのアドリノは AMD から買収したモバイルグラフィック技術をもとに設計を行っている。スナップドラガンシリーズの最初のチップセットは QSD8650 と QSD8250 であり2008年の第三四半期に供給された。これらのチップセットは 1GHz のアプリケーションプロセッサー、無線モデム、GPS を内蔵していた。詳細はクイックチャージを参照クイックチャージ1.0。編集2012年に発売されたスナップドラガン搭載端末には急速充電技術、 クイックチャージ1.0が搭載されていることを2013年2月にクアルコムが明らかにした。対応するソックはスナップドラガン S4600、クアルコム215。日本で発売された以下にリストアップされている機種にも搭載されている。クイックチャージ1.0を搭載する機種一覧 NTT ドコモ AU ソフトバンクモバイル、クイックチャージ2.0。 編集スナップドラゴン800から搭載。対応するソックは、スナップドラゴン200、208,210、212、400、410、412、415、425、610、615、616、800、801、805、808、810。クイックチャージ3.0。 編集スナップドラガン820から搭載。対応するソックは、スナップドラガン427、429、430、435、439、450、460、617、625、626、632、650、652、653、662、665、 820、821、クイックチャージ4、編集スナップドラガン835から搭載。対応するソックは、スナップドラガン630、636、660、720G、835、クイックチャージ4、編集スナップドラガン845から搭載。対応するソックは、スナップドラガン八十六百七十 675、678、690 67、710、712、730、730G、732G、750G、765、765G、768G、780G、845、855、855。クイックチャージを編集スナップドラガン865から搭載。 対応するソックはスナップドラガン865、865、870、888。命令セットはスナップドラガン X1X 以降はアーム部 8A。それ以前はアーム部 7A。半導体プロセスは65ナノメートル。半導体プロセスは45ナノメートル。半導体プロセスは45ナノメートル。L 2キャッシュは1メガバイト。 半導体プロセスは S4 プレイが45ナノメートル、S4 プラス、S4 プロ、S4 プライムは28ナノメートル。L2 キャッシュは2コアクライトは1メガバイト、4コアクライトは2メガバイト。VFPV4 対応。無線通信方式がワールドモードとなっているものは以下の無線通信方式に対応している。600、800は2013年1月7日。 発表、四百は二千十三年六月四日。発表、二百は二千十三年六月二十一日発表。八百5は二千十三年十一月二十一日発表。プロセスルールは、MS、m s m 八 x 二十五 q は四十五ナノメートルで、それ以外は二十八ナノメートル。l にキャッシュは二コアクライトは一メガバイト。四コアクライトは二メガバイト。六百八百は、 メモリが LPDDR2 から LPDDR3 になった。VFPV4 対応。第5世代は名称が200、400、600、800になり、第4世代との名称の対応関係は以下の通り、600は S4 プロより40%高速化したと発表している。 型番の命名規則808は10の位が例で、あるが64ビット CPU のため810の節に記載。無線通信方式のパターン1は以下の通り。無線通信方式のパターン2は以下の通り。無線通信方式のパターン3は以下の通り。410は2013年12月10日。発表610。 615は2014年2月25日発表808810は2014年4月7日発表208210は2014年9月10日発表212412は2015年7月29日発表617は2015年9月15日発表205208210 212以外は64ビットアームプロセッサ。プロセスルールは808,810が20ナノメートルで、それ以外は28ナノメートル。X08 は X10 と系統が同じため、X10 シリーズとして扱う。205は出荷開始が2017年と比較的新しいが、これは 3G にのみ対応していた208のモデムを、 4GLTE 対応とした上で、対応メモリクロックを低速化するなど、コストダウンを図った、マイナーチェンジモデルで、スナップドラガンブランドではなくクアルコムブランドとなる。消費電力を減らすため、上位モデルでは高性能 CPU コアと小型の低消費電力 CPU コアを組み合わせた、ビッグ・リトル処理を採用している。 スナップドラガンのビッグ、リートルはヘテロジニアスマルチプロセッシングを採用しているため、全コアすべて同時に動作できる。無線通信方式のパターン1は以下の通り。無線通信方式のパターン2は以下の通り。無線通信方式のパターン3は以下の通り。無線通信方式のパターン4は以下の通り。425、618。 620は2015年2月18日発表820は2015年3月3日発表430は2015年9月15日 CPU はすべて 64bit アームプロセッサとなったスナップドラガン X18 は X20 と同じ系列のためこちらに記載する820は認識技術用のスパイキングニューラルネットワーク 処理ユニットであるジロスを搭載する。2015年12月16日に、スナップドラガン618及び620について、それぞれスナップドラガン650、スナップドラガン6 5十に名称を変更することが発表された。無線通信方式のパターン1は以下の通り。無線通信方式のパターン2は以下の通り。無線通信方式のパターン3は以下の通り。 無線通信方式のパターン4は以下の通り。625は2016年2月11日、626は2016年10月17日、835は2017年1月3日、630、660は2017年5月9日、450は2017年6月28日、 六百三十六は二千十七年十月十七日に発表された。八百三十五は八820に対して、消費電力を二十五パーセント削減、GPU 性能を二十五パーセント向上、パッケージサイズを三十パーセント縮小しており、Windows 十0 ARM 版のベース機種として採用されている。全世代のクリオコアはクアルコムによって一から設計されたカスタムコアだったが、 この世代のクリオニ XX コアは、アームのコルテックスを一部カスタムした、セミカスタムコアとなっている。スナップドラガン845は2017年12月5日、710は2018年5月23日、850は2018年6月4日、429、439、632は2018年6月26日、670、 は2018年8月8日、712は2019年2月6日、クアルコム215は2019年7月9日に発表された。クリオ 2XX 以前は各クラスターで共有の L にキャッシュメモリを持っていたのに対し、クリオ 3XX 以降は L にキャッシュメモリをコアごとに占有する設計に変更されている。また GPU 等の CPU 以外のコアも含めて共有されるシステムキャッシュメモリが新規に追加された。スナップドラガン850は常時接続 PC 向けとして歌われており、後の 8CX 等と同じくコンピュート、プラットフォームの位置づけとなる。スナップドラガン675は2018年10月22日、855、8CX は2018年12月4日、 665、730、730G は2019年4月10日、855は2019年7月15日、7C、8C は2019年12月5日、662、720G は2020年1月20日、8CX 前には2020年9月3日、678は2020年12月15日に発表された。 855は、モデムチップの X50 と組み合わせることで、スナップドラガンシリーズで初めて 5G に対応した。7C、8C は 8CX の廉価版、マイクロソフト SQ1 は 8CX をベースとして、サーフェイスプロ X 向けにマイクロソフトと共同開発されたカスタマイズモデルである。スナップドラガン五、七百六十五 g 六十五。 は2019年12月3日、460は2020年1月20日、865は2020年7月8日、750G は2020年9月22日、870は2021年1月19日に発表された。865は、全世代の855と比べ AI の処理速度が倍となり、スナップドラガンシリーズで初めて、 LPDDR ゴスタラムに対応した。スナップドラガン690は2020年6月16日、888は2020年12月1日、480は2021年1月4日、780G は2021年3月25日に発表された。ありがとうございます。